どんな家庭環境でこの今の竹本プロというパーソナリティキャラクターが出来上がったんですか？はいはい、家庭環境家庭環境三人兄弟で、うん、っていう感じですよ、ね。あもうもうまさにそんな感じですね。僕こんな子供で、はいはい、まあ二つ上の兄がいて、七、はい、個下ぐらいの妹がいてぐらいの <laughs> ちょっと暴露していない。暴露 <laughs> してない。はい。 まあまあ、そんな感じでずっと兄貴の真似をして生きてきた感じですねえお兄さんは何どんな方なんですかえ真似をしてるというのは今はラーメン屋の店長をやってますへえ<ー>めっちゃ美味しいんでどこですかえっとあれです虎ノ門 <laughs> 妹も把握してないお兄さんの店美味しいけど把握してない <laughs> いや行ってますよ月1ぐらいオフは行浮きますえ店の名前って分かります黒黒っていう何系ですかこれ 利尻リリ昆布を使ってだしをとってる<ー>すごいあのだしが効いてるみたいな普通に美味しいんで減量中でも食べれるさすがに食べれない <laughs> 今は今は今はちょっと我慢してますそうなんですね、はい、これ是非ちょっと虎ノ門近いんでひ本当に行いてください、はい、<ー>でまあそうですねずっと真似をしてたので兄貴が野球やってたんですけど、はい で野球自分もやって、野球なんですね。そうですね。で高校も小中同じところで高校はまあ受験するじゃないですか。で高校も同じところ行って、でなんかトレーニングメニューとかも真似してみたいな。野球結構ガチだったんですか。一応ガチでしたね。高校どこですか。東海大浦安。あ、僕東海大菅生ああ。<ー>で野球は甲子園はそ年は,は行けたんですか。 甲子園行ってないですし、うん、あのスタンドでしたね。<laughs> <laughs> なるほどなるほどなるほど。まあそこはね、プロになるための下準備ですよね <laughs>。プロになるための下準備ということで。あでも本当それがあって、うんうん、怪我がすごいあのやっぱ背が一気に伸びたので、膝と腰めちゃくちゃ悪かったんですよ。えちなみにポジションどこだったんですか？ショートでしたね。うん、ただショート入って一年生が九人ぐらいいたんですよ。はい。 あもう無理だなって思いました。あきらめ早。ここはもうみんなめっちゃうまいんですもん。まあねやっぱ名門校って全国からねすごいやつがたくさん来るじゃないですか。ここはとりあえずこのポジションはまず無理だなと。ファースト行きてと思ったらファースト行きてと思ったらスタンドに行ってた。スタンドに行ってましでもそこで怪我が多かったんでなんかそのリハビリじゃないですけど筋トレみたいなメニュー外れてやってたんですよ。懸垂やったり。 その頃全く知識なかったんでベンチプレスやったりうん、うん、なんかダンベルでちょこちょこやったりみたいなうん、うん、でそれでまあ割と筋肉がついてきて部で1年に2回ぐらいなんか筋力測定みたいになるんですよ、はい、それが1位になったんですよあのスタンドなんですけど<う>それで <laughs> <laughs> それでなんかちょっと1回試合で使ってもらったりとかして野球の実績じゃなくて筋力測定の能力測定で多分多分ですけどなんか持ってんじゃないかとはい、はいうん まあ最終的にはダメだそこからなんかそのやっぱキャラが確立したんですよ<う>筋肉キャラみたいなあそこで、はい、まあただ中学からちょこちょこ自分でダンベルでやったりはしたんんででそ,そうなんですねて中学の卒アルにもなんか筋肉とか書いてあるんですけど本ん,、うん、まあん確立したのは多分高校からでそこからなんか筋トレをすることによってそのなんか個が確立してなんかみんなが しやほやしてくれるじゃないですけどそこからトレーニング楽しいなってなった感じですねおとこれはと筋トレをすると自分の予想してない未来が見えてきたぞとで高校を卒業して大学は大学行ってただ何にもいやもう野球なんてもう絶対やんないと思うすやんないわかりますわ高校時代ねあまりにもあの厳しい環境にいるとそう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 そ 大、ねね、学入っても、まあ、野球もやらないし、うん、サークルとかも入ってなかったので筋トレやろうでそこからジムで働こうってなってアルバイトしてでそのままジムに就職してみたいな感じですそれでいろんな各大会に出てそうです、ね、経験を積んで、はい、やっぱり筋トレでやってなかったらね,らね今の職場もね、はい、今のそのプロスポーツ選手っていうね、はい、そうですね 競技の部分もねだからやっぱあの時のスタンドがね武元選手のそうですあれでもしメンバーなんて入っちゃってたらもう野球やってますからねす。もしかしたら今大谷か武本かという感じになったかもしれないですねそんな感じかまあででもどこね。 人の人生、運命っていうのはね、はい、変わるかわかんないですから。はい、でも、何かこれだと思うのを見つけたときに、うんうん、結構こうやり続けるというかね。うん、そうですね、うん。途中で諦めない気持ちというか。は大事なのかなと。はい。こんな綺麗なまとめ方でいいんですか、これ。はい。こんな綺麗なまとめ方でいいんですか。いい綺麗で最高じゃないですか、編集が楽で。<laughs> <laughs>